せわしなく活気にあふれているところだ。いつも機関車たちがたくさんの仕事を抱えている。ある朝、トーマスが操車場で貨車の入れ替えをしていると、トップハムハット卿がトーマスに会いにやってきた。漁師たちが前代未聞の大漁だそうだ。トーマス、アーサーを手伝って魚を港に運んでくれ。トーマスはうんざりした。魚の匂いが大嫌いなのだ。やがて漁村に到着してみると、魚を満杯に積んだたくさんの貨車が並んでいる。トーマスはこんな大量の魚を見たことがない。すごい量、鼻が曲がりそうな匂いだ。やがてアーサーが到着した。ブレンダムの港までのルートはデコボコだよトーマス。一度に5台の貨車がやっとだよ。ゆっくり気をつけていこう。アーサーは慎重に5台の貨車を集めると、ゆっくり煙を吐きながら港を出発していく。トーマスは魚を積んだ貨車を眺めた。ゆっくり気をつけていこうなんて冗談じゃない。こんな臭い仕事は一時も早く片付けよう。そこでトーマスは全部の貨車をつないで長い列を作った。そして煙を吐きながら漁村を出発した。貨車はすごく重たい、そして臭い。でもトーマスはもうすぐこの仕事が終わると思うと嬉しかった。しかし意地悪な貨車たちがここでトーマスにいたずらを仕掛けることにした。貨車たちがキャッキャッと笑う。トーマスまでがガタガタ揺れた。すると魚がこぼれていくではないか。うわあ、もっと貨車を少なくすればよかった。トーマスは息を切らしながら長い貨車の列をして丘を登っていく。今度は下り坂になっている。トーマスはそろりそろり通り始めたが、貨車たちはもっとスピードを出したい。走れ走れ。トーマスのスピードがどんどん上がる。うわ、助けて。丘のふもとにはソルティがいた。信号待ちをしている。トーマスが丘を下ってくるとは夢にも思っていない。トーマスはもう止まらない。トーマスは必死でブレーキをかけた。しかし魚を積んだ貨車はあまりに重たい。魚がソルティを覆っている。気にしなくていいって。この匂いを嗅ぐと海を思い出すよ。トーマスの機関士が電話で助けを呼んだ。早速ハーミーが貨車たちを線路に戻す。トップハムハット卿に何て言われるか心配だな。すぐにそれは現実となった。トーマス、お前は鉄道に混乱と遅れを招いた。もっと安全に走ることを学ばなければならん。はい、ごめんなさい。トーマスは悲しげに息を吐いた。今度はトーマスも貨車を5台に減らして走ることにした。深呼吸をしてシュッシュッと出発する。トーマスが田園地帯を走っていく。時間通りに港に着くぞ。しかし貨車たちはまたいたずらを思いついた。言えて。しかし今回貨車はたったの5台だ。トーマスは貨車たちを叱りつけゴツンとぶつけたりした。これにはさすがの貨車たちもおとなしくなった。
最初の貨車たちを運び終えるとトーマスは次の5台を運ぶために戻っていく。トーマスの連結器はニシン臭いし、キャビンはタラの匂いがする。でもトーマスは一生懸命働いたので匂いのことなど忘れてしまった。ついに魚を運ぶのもあと1回になった。しかし船の出航時間が迫っている。トーマスは全速力で走った。車軸はズキズキ痛み、バンパーはゴンゴンぶつかる。しかしトーマスは時間ぴったりに港に到着した。トーマスは上機嫌で魚たちに別れを告げた。するとトップハムハット卿がトーマスに会いに来た。お前が魚の匂いが嫌いなのは知っとる。しかし今日は随分頑張ったじゃないか。本当に役に立つ機関車だな。トーマスは鼻が高かった。だけど煙突は未だに魚の匂いがする。早くボディを洗いたいよ。トーマスは洗車場に向かって一目散に走った。アーサーとソルティがすでに到着している。洗車ってすごく気持ちがいいな。一日で一番いい時間だね。特に魚の匂いがプンプンするときはね。魚というお話でした。